勉強してるのにリスニングができない理由ってリスニングができない理由。本日は大きく4つに分けてお話ししたいと思います。一つ目、単語熟語を知らない。やっぱり意味がわからないとどれだけ音が分かっても聞こえないですよね。速さについていけない。当然のことながらせっかく意味が分かっても速すぎてついていけない場合もあります。音のつながりが聞き取れない。 要は、単純に単語単位で言ってもらったらわかるけど、つながってネイティブが話すと聞こえないっていうケースですね。そして、せっかく聞こえているのに、途中でわからなくなるっていうケースもあります。特にこの動画の中では、今回は、速さと途中でわからなくなるという問題を解決していきたいと思います。隙間時間でできるゲラエ会話の速読アプリ、サイトラ。ダウンロードは概要欄のリンクから。 My dad called me, and then while I was on the phone, I started checking my pockets for my phone and realized it was gone—my only phone. So my dad proceeds to help me retrace my steps all around New York. Stayed on hold while I asked bartenders if they had seen it. Then we both thought it was lost. He then said, "Hang up, and I'll call it and see if someone answers." I hung up. I hung up. Waited. It rang, and that is when we found the phone. I get to pass these jeans down to a poor child one day. I can't wait. いかがでしたか? すべて聞き取れた方は、正直なところ今日の動画っていうのは必要ありません。聞き取れなかった方は、次は0.8倍速で流しますので、もう一度チャレンジしてみてくださいね。My dad called me and, then while I was on the phone, I started checking my pockets for my phone and realized it was gone, my only phone.So my dad proceeds to help me retrace my steps all around New York. Stayed on hold while I asked bartenders if they had seen it. Then we both thought it was lost. He then said, "Hang up, and I'll call it and see if someone answers." I hung up. I hung up. Waited. It rang, and that is when we found the phone. I get to pass these jeans down to a poor child one day. I can't wait. いかがでしたか? すべて聞き取れた方っていうのは、最初に聞き取れなかったのは単純に速さが原因だったということになります。今回はそんなに難しい単語は入っていないので、もう原因としては速さ、もしくは途中で置いてきぼりになるの2つかなっていうところなんですね。なので、聞き取れた方はここで終了していただいて OK です。聞き取れなかった方は、次は英語の語順ごとに意味を見ていきたいと思います。My dad called me. はい、意味考えてくださいね。 父から電話があった。そして。で、ここね、and で切ってるんですけれども、and で切られたら気になりませんか父から電話があった。そしてって言われたら、その後どうしたのってなるじゃないですか。この自然と自分が次何があったのって思える範囲で切ってほしいんですね。そしてこの今見えてる範囲は、一括りで理解をしてほしいんです。my dad, あ私のお父さん、こう電話した、me、私に、そしてじゃなくて my dad call me a n d っていうのを聞いて、 あ、お父さん電話してきて、そして何があったのっていう、このブロックごとに聞き取れるようになると、置いてきぼりっていうのがなくなってきます。では続き見てみますよ。then while はい、これもうそのままですね。それから、で、while っていうのはその間にっていうことで、その後ねっていう then が入ってますね。じゃあ次見てみましょう。何があったのかな。I was on the phone. これも塊で理解してほしいですね。電話中に I was on the phone って聞いて I was 私は何々だった。on the phone 電話にいるところだった。っていうんじゃなくて I was on the phone ってすごくよく使われる表現なのでもうこれで電話中っていうふうに覚えていただきたいですね。するとこれが一単語のようにリスニング中に聞こえてくることになります。では次。I started check-in. 確認し始めた。ここで切られたら、友達の話を聞いてたら何を確認し始めたのってなるじゃないですか。その感覚で英語を聞いていく感じです。はい。そしたら次。my pocket's for? 私のポケット。何々用にとか for っていうの意味はあるので、何々用にとかでもいいですよ。何々を求めて。はい。じゃあ次行きましょう。my phone。はい。私の携帯電話ですよね。 ああ、携帯電話を求めてたのねってさっき4で切ったので気になった結果がここでわかるわけです。では次。and realized はい、realized 大事な単語ですね。気づくっていうものです。で、そして気づいた、ここで切られたら友達が話してたら次どう思いますか何に気づいたのってなるわけですね。じゃあ次見てみましょう。it was gone。はい、なくなっている。 これも it was gone って聞くんじゃなくって、もう it was gone って言われたらそれがなくなったっていうこのブロックで理解できるように少しずつ意識を変えていきましょう。何度もこの動画は見返してみてくださいね。my only phone これ特に大事じゃないんで次行きますよ。私の唯一の電話が、まあ大事な電話がっていうことですね。大事なスマホがっていう話です。はい、じゃあ次行きましょう。So my dad proceeds to はい。 そこで父は何々し始めた。Proceed っていうのは進めるっていう感じなんですけど、まあ始めた感じでいいんじゃないかなと思います。で、中で切ってます。何々始めたって言われたら、何を始めたか気になるのが普通ですよね。じゃあこの続きを見てみましょう。Help me retrace my steps。はい。私の足取りをたどる手伝いっていうところで、ここで初めて、 retrace っていう単語は知らない人も多いんじゃないかなと思うんですけれども、知らないにしても実はわかりやすい単語なんですね。まず r e っていうのが最初についている時点で、再何々なんですね。recheck だったら再確認っていう感じなんで、再び何かしてるんですね。で、trace これを知ってる人はここでね、r e と trace で意味が推測できるんじゃないかなと思うんですけど、trace っていうのは辿るっていう意味があるんですよね。 これを知らなかった場合っていうのはボケブラリーに加えてください。たとえ、リトレイスが分からなかったとしても、なんか助けてくれてる私のステップをっていうところで、しかも電話がなくなった話をしてるので、なんとなく電話を探す手伝いをしてくれてるのかなっていうふうに思えたら、もうそれで OK です。一つ単語が分からなかったからって、そこでパニックにならないように気をつけてください。これはよくあるパターンなんですね。はい。そしたら続き見てみましょう。All around New York City はい、これはそのままですね。ニューヨーク中を all around っていうのをつけることによって何々中っていう風に言うことができますよ。around ニューヨーク i t y だけでもニューヨークをっていう意味は出るんですけど、all をつけることで強調する感じのイメージになるんですね。はい。さあ、そしたら次。stay on hold while. はい、ここだけ理解してみてください。これはね、熟語問題かもしれませんね。stay on hold っていうと、電話をそのまま待つ。 保留するっていう意味があるんですね。で、while っていうのはまた何々している間っていうところになります。なので、ここで切られると何している間って気になるのが普通なんですね。では次。I asked bartenders if はい。私がバーテンダーに何々かどうか尋ねる間にっていうことですよね。はい。で、ask if で何々かどうか尋ねるっていう意味があります。では次いきますよ。They had seen it. はい。何を尋ねたかというと、彼らが見たかどうかですね。その彼女のスマホをですね。はい。じゃあ続きいきますよ。Then we both thought... はい。そして私たちは思ったと。何を思ったかここで切られたら気になりますよね。っていう感じで進んでいくんですよ。では次。It was lost. それはなくなったと。なのでもうバーテンダーに聞いて、もうその時点でないんだなと思ったということですね。では次。He then said... 彼はこう言った。彼はそしてこう言ったっていう感じですね。この then っていうのは then he said でももちろん OK です。はい、次いきます。hang up and はい、電話を切って、この hang up っていうのは電話を切るっていう意味です。はい、そしてここで切られてるんで次何するのって気になりますね。頭が動詞で始まってるのでこれは命令口調。 お願い口調ということですね。電話切ってちょうだい。そしてという話です。では次。I'll call it in. 電話してみるよ。そして。はい。では次いきますよ。See if someone answers. 誰かが出るか見てみよう。ということなんですね。はい。if また出てきてます。if っていうのはもしっていう意味と何何かどうかっていうときに使うことができるんですね。 なので、s 様子を見てみよう。if かどうか、誰かが電話に出るかということなんですね。で、sif。で、その後は大体普通の文章が来るので、誰かが電話に出る。この主語と動詞でもう成り立っているので、この文章が完成されるわけですね。慣れてくると、この塊を一つで理解することができます。はい、次。I hung up. 私は電話を切った。さっきと綴り違うのわかりますか ?hang. っってていいううののは原形でっていうのが過去形になります電話を切るのが過去形ですね。はい。で次。I hung up 私は電話を切ったのだ。強調したいので大文字になってるわけですね。waited。待った。it rang and。電話が鳴って、そしてどうしたのってなりますよね。次いきますよ。 That is when その時だった。That is when って言われると、その時だったっていうふうに強調することができるわけですね。そのタイミングを強調します。はい。We found the phone 私たちが電話を見つけたのは意味ついてこれてますかでは次。I get you. 私には何々する機会があると。ここで切られたら何する機会があるのって気になりますよね。そのままいきますよ。pass these jeans down to? はい。遺伝子を何々へ受け継ぐ。これもちょっと難しかったですね。pass 何々 down to で、何々へ受け継ぐっていう意味があります。jeans っていうのは遺伝子。意外と会話の中で使うので覚えておいてもいいかもしれませんよ。はい。 誰に受け継ぐんでしょうねっていうところで次。A poor child one day. かわいそうな子供にいつかっていうところですね。はい。I can't wait. 待ちきれないよ。意味わかりましたかなので、電話を電話しながら探してしまってて、お父さんもなぜかそれに気づかず一緒にパニックになって探してて、一回電話、 切って、で、俺が君の携帯にかけるから、そしたら誰か出てくれるかもしれないっていう、このやりとりのところまで、電話が今まさに使っているっていうことを、親子二人とも気づかないんですよね。なので、この、 もう親子揃っておどじなんですけど、これを、まあ次の世代に受け継ぐっていうのがもう私は楽しみでならないっていう話だったんですね。はい。時々ありますよね。メガネ、メガネって言ってて頭にメガネがくっついてたとか、そういう話でございます。では、もう一度リスニングをしてみていただきたいと思います。My dad called me and then while I was on the phone, I started checking my pockets for my phone and realized it was gone.My only phone. So my dad proceeds to help me retrace my steps. All around New York, stayed on hold while I asked bartenders. If they had seen it, then we both thought it was lost. He then said hang up and I'll call it and see if someone answers. I hung up, I hung up, waited. It rang and that is when we found the phone. I get to pass these jeans down to a poor child one day. I can't wait. 今回っていうのは主に英語の速さ、英語の語順で理解することにフォーカスしました。英語能を作るには毎日英語に触れるのが一番なんですね。そこで使えるのがこちらのアプリです。英語を速読したい、英語の語順感覚を身につけたいあなた、英文速読に必要なスキル、サイトトランスレーションをアプリで身につけられるのはご存知ですか隙間時間でサクサク英文を読みながら、 ゲーム感覚ででで英語のを身につけるることができるんですみんなやってるサイトのアプリ詳しくは概要欄をご覧ください音のつながりリエゾンの理解単語フレーズの習得もリスニングには絶対必要です今回はやってないですけどねリスニングトレーニングの再生リストっていうのもあります音の解説も入っているので是非チェックしてみてくださいね無料プレゼントトをゲットしよう ゲライ会話の公式 LINE アカウントに登録してもらうといいことがいっぱい今日のキーワード遺伝を公式 LINE に送っていただくとスクリプトをプレゼントしますよ本日も最後までご視聴ありがとうございました Thank you very much for watching our lesson. See you in our next video. Bye for now! 右半身左半身現役英会話講師による夜面白くて楽しい英会話学習チャンネルになってるんだよだからまずはチャンネル登録登録よろしくお願いしますします